なるほどなるほど、この仕掛けは使えそうだね。あとはやはりここに広がるキラキラした光かな。それぞれ違った輝きがとても美しいね。ぜひ演出に使いたいよ。ほら君たち、もっとこっちにおいで。大丈夫、何も怖いことはしないよ。多分ね。よし、無事に着いたな。ん？あ、ルイくん、今日は先に来てたんだね。何してたの？どうせここでどんな演出ができるかあれこれ妄想してたんじゃないの？いや、すっかりお見通しのようだね。あ、みんな今日は4人揃って来てくれてたんだね。本当だね。今日はどうしたんだい？ルイとネネに聞いたんだ。カイトのおかげで再び演出に打ち込むことができたとな。そのお礼として僕たちのショーを見てもらおうと思ったんだよ。それは嬉しいな。ぜひ見せてほしいよ。ミクは一緒にやりたい。いい？いい？もちろんいいとも。みんなで盛大なショーにしようじゃないか。キラキラ君たちもよければ楽しんでくれたまえ。では行くぞ。もままならない、冷めたチャウダーをただ混ぜ合わしたさ、もうそんな人生さ、かけ違いかぼたんのみなりをいつはいつまで見ぬふりしようか。そうかい、これもしようもないな。たまたま始まりに溶け込んで、やかれとは無駄を放り込んで、キラキラが楽しそうに揺れてる。うんうん、楽しかったよね。楽しくってあたしもくしゃくしゃになっちゃいそう。またよくわからんことを。僕もとても楽しいよ。これまでたくさんのショーをやって、その楽しさを十二分に知っているつもりだったけれど、みんなとのショーがこんなにも楽しいなんてね。ところで、よく現れるこのキラキラした光だけれど、今度のショーで使えないかな？でも、それはただの光じゃなくて、思いの光だから。ああ、とてもいい色だね。やはり君たちも、
僕たちとショーをやらないかい？私もやりたい。ステージがもっとキラキラしちゃうね。また変なこと言い出して。ま、ルイらしいけどね。なに、我がワンダーランズショータイムの演出家はこれくらい斬新奇抜でなくてはな。これからもよろしく頼むぞ、ルイ。ああ、こちらこそよろしく頼むよ、未来のスター。名残惜しいけれど、そろそろ僕たちは帰るよ。次もまた一緒にショーを楽しもう。では、また会おう。